皆さんこんばんは、バリノスケです。今日はタイトル通りですね、あのお友達が今から来てくれて、やばー、しょっぱなね、噛むのほんま嫌。一緒に作り置きをしていきたいと思います。で、もうそろそろ来るんですけど、お互いね、仕事終わってから集まろうっていうことで、私は結構ね、仕事がね、もうあのコロナで休んでた分、あのしわ寄せがめっちゃ来てるんですよ。私もめっちゃ仕事詰まってて、その子も息子のね、野球とかいろいろあるっていうことで、まあ仕事も含めて、多分今日とかね、多分友達あの免許の更新行ってるんですよね仕事したり、なんか子供の送り迎えしたり、合間に免許の更新行ったり、なんかいろいろ私たちバタバタしてるんですけど、まあまあバタバタし合ってるからこそ、ちょっと一緒に協力してご飯の方数日分ですね、準備していこうということでやっていきたいと思います。ネット注文してるんですよ。それはね、私がしたんですけど、でちょっと冷蔵庫に入れなあかんもんとか冷凍しなあかんもんがあるんで、先にもう開けとけおい。では、とりあえず先入れていきたいと思います。ちょっとお友達が来るまで待ちましょう。あとね15分ぐらいですね。一回全部開けよう。じゃあアイス、冷凍ほうれん草、氷、ちくわめっちゃ買いました。何袋？ 7 袋ぐらい。で、コーラでしょ、ホイップクリーム、そしてジュース、鶏肉。ほんまはね、コストコの桜鶏が好きなんですけど、その行く時間がないからね。なんか私数字間違えた、これどうすんのこれ。あれ、なんか違う、なんか 1,2,3,4、 あら、なんか鶏肉5パックも来てんねんけどえ、じゃあこれ何、待って、怖いわ。まあでも今日はね、ここ切っても意味ない、片方だけでええねん。まあ今日は作り置きっていうことで、2世帯分のね、まあいっぱい買ってよかったね。ひき肉を 500g ぐらい買いました。鶏もももね、なんか3パック買ってますね、よくわかんない。これね、ビオラル商品ってこういう発色剤使わないとか、なんかね、商品にね、こだわってたりするんですよ。で、こだわりが私と一緒な感じなんで、このビオラル商品気に入ってるんですけど、これ見てみてください。ライフビオラルで検索したら出てきます。これもね、ビオラル商品です。お豆腐。これお気に入り。で、こちらはね、インスタでね、ご紹介させていただきました。きんぴらこんにゃく。これがね、すっごいおすすめ。もうマジで、なんて言ったんやろ。カットする手間を省くって、こんなにも楽なことやったんやというか、ここ手抜きしていいとこなんやっていう感じです。さってザルで洗って、フライパンにジャーンってもう入れたらね、すぐ炒めたらきんぴらになるんで、これおすすめ。なんでこれを買った頃なんだろう。あー、オッケーオッケー。みりん。これも、ビオラル商品ですね。ビオラルのマヨネーズ、これめっちゃ美味しい。これめっちゃお気に入りです。もう 4,5 本ぐらい買ってます。もっと買ってるかな。6本は買ってるな。6本は買ってます。これ青のりですね。業務スーパー行ってる暇がないんで、カレー粉、これもね頼んでおきました。そしてこれもビオラルですね。国産素材だけで作ったソフトパン粉ということでね、ショートニング不使用、ここにね惹かれました。あとこれです。じゃん、有機栽培のババダンバババダンバナ、はい、ほい、次は米油ですね。もうね、どんぐらい前から言ってるかな、めっちゃ前から言ってるんですけど、他の油よりもう米油が一番です。何年やろ、何年使ってるやろ、米油は間違いない。そしてあとは渡る世間の鬼殺し、これ料理酒です。じゃん、ビオラルのね、これは国産丸大豆醤油です。これお醤油がね、今までねこっちを使ってたんですけど、もうないんで買い足しました。これはこれはね、私の大好きな厚切りバームクーヘンなんですけど、8個でね400いくらなんですけど、これがなんか柔らかくてしっとりしててめっちゃ美味しいんですよ。3個買いました。3パック。これライフに売ってます。おすすめ。これパン、はい、買っておきました。これ卵でしょ？豆苗。そしてカラーピーマンとナスを6本ですかね。1袋あったらほんま何かと使える、このカット野菜ですね。これ結構何、このままもう冷凍しておくこととかあります。このぐらい使える。あとピーマン2袋です。卵2パック買いました。わ、すごい、あんまり期待してなかったけど大きい。春キャベツ書いてくれてるわ。愛知さんだそうです。ありがとうございます。愛知はね好きな場所。そして次はこれです。青首大根。あれ、青首大根ね、これ全部一緒の値段なんやけどさ、なんか真ん中小さない。まあええか。はい、あと鹿児島県産の豚肉、こちらをね3パック買いました。とりあえずお友達が来るまで出しておきましょうか。一回電話してみよう。
お友達に電話してみたいと思います。出ない、運転中かも。なんかやれることやっちゃおうか。なんかここにさっき冷蔵庫に入れててさ、これを抜かなね、お肉入らへんかったんですよ。だからこれを抜かなあかんっていうことは、これを食べなあかんっていうことですよ。もう、あー、かかってきたわ。ちょっと待って、かかってきた。はいはい。あ、もしもし。うん、ごめん。リオリーって大丈夫？うん、これ名前言っていいの？動画でリエちゃんで。全然いいよ、それいい。うん、いい。全然、リエノスケでもいいし。なんなん、リエノスケってパクって、人の名前ちょっとパクってません、それ。はい、ということでリエノスケが来るそうです。乗っ取られるわ、チャンネル。リエとはね、結構ね、え、ちょっとそれ説明していい？ドーナツ食べながら。中学校の時の同級生です。でもね、同じクラスになったことないんですよ。お互いね、なんで仲良くなったか覚えてなくって、何きっかけであんな毎日一緒にいたんやろって感じなんですけど、ほんまに毎日一緒にいました。クラスちゃうのに。なんかほんまに今から行くわ、うん、わかったみたいな感じの仲なんですけど、で、何がすごいって、偶然、ほんまに偶然、一番上の子、うちのね、長女とリエの長男が全く同じ誕生日なんです。すごいですね。5月31日なんですけど、いただきます。うん、これね。20年来の友達なんですけど、結構すごないですか？もちろんね、合わせたわけじゃないんですけど、でも、家から電話。はい。ごめん、もう着くんやけど。うん。いや、もう、電話切ったらやつに。どうぞ。あ、電話取れ。来ました。あ、待って。インターホンしてっぱなしや。廊下中に私らの声が響き渡ってるわ。どうも、リエノスケでーす。からな、これ絶対ママ友を呼んで、動画を撮りたいと思います。もう言ってんねん、よろしくお願いします。もう撮ってんねん、もう撮り終わってますねんやから、ね、それミスドです。イオンじゃん、イオン、トップバリ、トップバリ、なんかパン屋さんとか、ね、じゃあこれなんかいただいてもいいってことなんで食べさせていただきたいと思います。一言も言ってないからママな。いただきます。いただきます。尺足りんでな、こうやったわ、尺足りんでな、こんなことやっとったら。冷蔵庫にもうお肉とか入れてんけど、うんうんうん、誰も映ってへんって、誰か映っといてえな。はい、リエちゃんが今やってくれてますね。ここ使うって言ってんのに、これな、 A型ですね、あなたね。そういえば私は O 型ですけども、私は料理好き。あなた料理好きじゃない。好きじゃないじゃない、嫌い、うん、言うてもてる、言うてもてるわ。並べたの全部崩されてます使う、ね、ここ使う言うてんねん。いや、A型やなと思うで、ここにな、はみ出さへんように。ではまず、だし巻き卵割っていきます。うわ、うい、はい、2個目しま、そう、だし巻き卵で、じゃあこれを使います。卵豆腐、え、こん中に、うん、え、それも、うん、そう、これ、ほんまに苦手で、出す空気入れんのバリ難しいな。破れた、破れたの無理とか。いや、もう入れたやん。空気入れんのあかんねん、それ知らん、プッチンプリみたいな、うん、あ、爪楊枝とかで差し1個いけるんか。卵2個に卵豆腐1個みたいな、でいこう、ね、うん、今からやるだし巻き用の大根おろしをリエちゃんに作ってもらいます。で、これは混ぜます。こんな感じで、こんな感じでちょっと潰して、うん、もう普通にこうやってで、今見てもらったら分かんないけど、味付け一切なし、何も考えんと作れる卵豆腐のだしだけ、うん、すごい。で、この卵豆腐が入ってることでプルプルに仕上がります。へぇ、じゃあ、やっていきます。え、もうこれに入ったらいいの？うん、コロコロの方がいいの？それに入ったらいい。縦でも？こう縦でも？もうちょっともうちょっとちっちゃく切っていただいてですね。そう、もう料理嫌い以前の問題ですね。家電の使い方からそういう、あ、そういう感じですね。で、ちょっと水入れた方が回りやすいから。そうそうそう。ありがとうございます。どうせ後で水切んねんけど。回す時の。そうそう。なんか滑りやすさみたいな。そうそうそう。
で、だし巻き卵はちょっとあのこう水分が多めで柔らかいから、プルンプルン、そう、こうヘラでやるとやるやつね、プルンプルン、そうで、これラップで包んだ方が、あの水分が逃げずに冷ますことができるから、ラップがいい、そう、ラップがいい。で、これは食べるときは大根おろし乗っけて、お醤油、お醤油かけるのがポイント。ちょっとこう、こうやってこう、何プルプル、プルプル、プル、おいしそう、こんな感じです。できました。どうぞ食べてみる、いけるかな、うん、どう、おいしい、だしの味してる、めっちゃしてる、めっちゃしてる、ほんだよ、ふわっふわっ、やばいのに、ありがとうございます、いける、うん、おいしい、おいしい、うん、めっちゃおいしい、おいしい、おいしい、簡単やろ、やばい、やばい、やろ、次、きんぴらを取ります、ごま油を入れておきます、こんにゃくめっちゃ便利、それやろ、めっちゃ簡単、うん、ごま油で炒めてこんにゃくの水分を飛ばします、みりん、わかるでしょう、醤油です、これよくあの子供たちからなんかおばあちゃんみたいって言われます、でこんな感じで泡立ってくる、なんか知らんけど、うまよ、そう、だからこれを入れます、ごぼうと人参と、ごぼう、入れる順番は、まあ、適当、ちくわ入れます、ごぼうと人参がしんなりしてきたらちくわ入れます、このごま入れてるボトル、これはほんまはドレッシングボトルやね、セリアとかキャンドゥとかで売ってる、めっちゃ入れやすくて、そうそう、見てほら、さっさっさー、これだけで、味付け、お酒、お玉約3杯分ぐらいで、次、みりん、お玉3杯分ぐらい、これ量が多いからあの家庭によって調整してください。お醤油。きんぴら完成。完成。はい。これりえちゃんちの分です。はい。これの方がいいじゃん、これ。どうぞ。でその間に豚がしっとりさせたいから豆腐を入れます。豆腐大丈夫と？全然大丈夫。お豆腐をねこんな感じで崩します。これ今豆腐とひき肉やねんけど。だいぶこねる。そう、ここで味付けたら塩分でお肉から水分出てくるの、へえ、そしたらうまみまで一緒に逃げちゃうから、まず味付けする前にこれめっちゃ揉む、豆腐とお肉だけでこねる、もう美味しそう、はい、あるだろ、味せえへんで、ある程度こんな感じでね、お肉からネバネバが、うわすごい、ネバるまで、そしたらここで初めて味付けをします、ごま油、多分お肉は 700g ぐらい、500か700、全部一緒、うん、500か700くらい、それこうあるみりん2杯で、お酒2杯、うわこれはね、あれ使ってます、砂糖きび2杯、醤油2杯ぐらい、適当ですね、この辺はこのぐらいでいいでしょう、片栗粉を大さじ4ぐらい、うん、結構適当、こねます、結構しっとりやわやわみたいな、で食べるときは、まあ、しっかり味ついてんねんけど、ポン酢とか大根おろしとかつけて、おろしバーグでも美味しい、 OK、 じゃあこれを油を引いて焼いていきます、えい、軽く、これおすすめ、コストコ、見てめっちゃ油引くの、めっちゃ便利、まんべんなく引ける、こんな感じでいいかな、はい、これを切れ、そう、こんな感じで焼いていきます、開けて、開けたらここにこの豆苗育てる箱が入ってるやんか、あとこれ切るやん、そうそうそう、切ってもう一回水入れて育てたらもう一回食べれる、豆苗育てたいと思います、豆苗切るでーす、こっからどっから、こっからカイワレとしてんの、カイワレのでかいバージョンみたいな、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、3つ、いや4つも大丈夫、これ全部いこう、はい、こんな感じで焼いていってます、どんどんで、ハンバーグはもう真ん中に竹串刺して、肉汁が透明やったら中まで火通してる、ポン酢、うおー、これは CM や、おいしそう、自分で言うのもないけど熱い、大丈夫、熱くない、めっちゃおいしい、豚バーグです、
はい、できました。豚バーグ、大葉、大根おろし、ポン酢。美味しいね、これ。で、次はこの豚バーグで油、豚肉のこの油で豚肉と卵と豆苗の炒めを作ります。左手使う苦手な持ち方見て。左手使う苦手な持ち方ね、苦手すぎやろそれ。これ使えばいいの。はい、それは私やるか。じゃあ、うん、適当にで、卵混ぜて。ありがとう。ではレッツクッキング、ちなみによく味付け塩コショウってあると思うんだけど、うちのはこの化学調味料無添加、これがおすすめ。そして韓国だし。Ladies and gentlemen。 何が。ありがとう。一旦引きます。ありがとうございます。一応喜んでいい。居酒屋一番さん、お帰りです。喜んで喜んで、あかんやな。いらっしゃいませ、お客様。お一人ぼっちですか。だし入れます。はい、このぐらい。そして我が家はこんな、はい、このニンニクを皮むいて醤油につけただけのニンニク、まあ、香りが出やすいように半分に切って丸ごと入ってるの。そう、ちょっとここが本身です。どこどこどこ、ほんまや、これニンニク醤油で、こういう炒め物とかに入れると香り豊かな調味料、香りになるんです。で、今韓国だしとだしだみたいな、あ、だしだってあるやん、あのコストコで売ってるやつも。あ、そう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 、そう、あんな感じ。あれと今塩コショウで今豚肉炒めてる。で、豆苗は火通りやすいから一番最後です。で、こんな風に豚の赤身が取れたら、そう、取れたらここにいい匂いしてる。中華料理屋さんの匂いしたいね。中華料理屋さんみたいな。中華料理屋さんにしてこの横で、はい、卵炒めます、はい、スクランブルエッグみたいな。そう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 。で、卵がこうやって半熟、うんうん、ぐらいの時にこの豆苗、そうで軽く卵とこの豆苗たちを絡ませます。で、この時に足りなさそうやったら塩コショウ加えます。ああ、で半分まで火が通ったらこのニンニク醤油の出番です。はい、火力が強い鍋肌に一周回して香りを出します。はい、出来上がり。できました。え、めっちゃいい匂いしてる。いいよ、これ食べて。いただきます。どう、めっちゃ美味しい、うん、やば、美味しい、美味しい。よかった。いや、マジで美味しいわ。マジで、うん、ありがとう。さっきから私食器バン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 使ってるのに全部洗ってくれてる。じゃーん。いや、マジで美味しい、これ美味しい。しかもさ、なんか油っこくない。これも持って帰ってもらいます。ありがとうございます。半分こ。このザルめっちゃいいね。普通さ、ザルってさ深いやん、うんうん、だからめっちゃ洗うたへん。あー確かに。ちょっとしたやつ。お、ちょっと食材が減ってきた。そう、なんか嬉しい。これ嬉しいよね。わかる、さばいた感。うん、豚肉こんだけ炒まりました。うん、ナス入れました。これでね、しっかり油を絡めて。あ、いい感じ。めっちゃいい色。これ最近よく使ってるお味噌、ライフのビオラル商品。じゃあ味付けしていきます。酒はね、だいたい、ごめんね上から、だいたいどんぐらいかな、3倍ぐらい。お砂糖、これはこれが2ぐらい。2、1杯もう使っちゃう。はい、これを3ぐらいでかな、この量やったら。で、この中の水分で溶かす、溶かす。で、このあの水分蒸発しちゃったら全然お酒とか足して大丈夫。お酒でこうやって、あ、酒とかみりんで、そうそうそう。はい、できました。うわ、美味しそう。めっちゃいい匂いしてる。美味しいな。うん、マジで美味しい。うん、めっちゃボタン。あ、よろしくお願いします。私よりうまい。テリテリ。鶏肉はもうあのカットされてるやつ。これはさ、カットされてるってなんでこんな助かんやろな。うまい。確かに。めっちゃ助かんねん、これ。鶏肉にさっきの塩コショウ。じゃん。カレーパウダー。これはカレーパウダー。全体が黄色くなる感じ。ちょっと軽く塗ります。ここに、うん、ちょっと若干多いかなぐらい。の方が、あの、パン粉が絡みやすいから。火加減はもう揚げ物で170度ぐらい。もうこの中で。いきます。うわ、美味しそう。きつね色、きつね色、いいね、いい感じね。正面から撮ってみた。後ろの食材はちょっと
気にしないでください。キャベツ揚げる量多いからちょっと油を足しときます。はい、こんなんじゃなし、助かる。あ、そっちはいいよ、お皿はいいよ、指さえ大丈夫やから。はい、大体完成。イエーイ。おまけいきます。おまけ、動画を見ていただいてありがとうございました。ですね、今回編集アプリをねちょっと変えてみました。いかがだったでしょうか。おすすめのアプリ、編集アプリありますかということなんでご紹介させてください。まず動画のね冒頭にこのタイトル入れたいなと思ったんですけど、これ簡単でしたね。このアプリ 3D タイトルっていうね機能があって、簡単にね立体的で目立つタイトルがねこうやって作れるんですよ。やり方はもうタイトル選んだらこの 3D タイトルをクリックして、この中から好きなの選ぶだけです。で今回はこれが可愛かったんでこれにしてみました。で選んでタイムラインドロップしたら、長さとね内容と大きさを調整すればこんな感じにねおしゃれなタイトルが作れます。はい、今こうやって調整してますね。こんな感じです。ほい、簡単。そして次なんですけど、私が噛んだところなんかねちょっとあったんでね、この AI スマートカットアウトっていう機能を使ってみました。これもねやり方簡単で、 AI ツールを選択してスマートカットアウトにチェック入れてね、スマートカットアウトをね開始をクリックを押すんですよ。クリックを押す、クリックするんですよ。で被写体、私ですね、私の姿、今回ざっくりね選択してあげたらね、 AI が自動で私を折って切り抜きしてくれるんです。すごないですかこれ。問題なければ OK クリックして、下のレイヤーに好きな動画とかね画像を入れます。今回はねちょっとたくさんの動画素材を使えるストック機能からね、色どれにしようかなって迷ったんですけどね、これ見てみてください。これ結構ね見てあるんですよ。この中から今回はね私宇宙のね動画を選んでみました。じゃん、こんな感じでどうですか。マリノスケが一瞬宇宙に飛んでったと思うんですけどもね、こんな感じで使えますね。はい、すごい、これこの機能すごい。ほんで次 BGM 入れようと思ったんですけどね、まずねフィモーラっていうアプリなんですけど、自由に使える音楽がねたくさんあるんですよね。迷ってしまうんですけど、まあオープニングはこれがいいかなと思ったんで、まあこんな感じなんですけど選んだんですけど、ちょっと足りないなっていう時があるんですよ、音楽の長さが。こんな感じで、そういう時にこの AI オーディオストレッチの機能を使えばね、これなんと尺が合うんですよ。これですね、オーディオストレッチ機能すごい、これはね助かりますね。自動で何て言ったらいい、伸ばすだけで自動で音楽が伸びるんです。これ簡単ですね。他にもねエフェクト機能を使って、こういうところにねエフェクトをドロップするだけで白黒にこうやってできたりとか、あとはステッカーですね、機能っていうステッカー機能って言って、可愛いステッカーをドロップするだけでね動画に組め込めたりとか、簡単で直感的に動画編集ができちゃいます。はい、こんな感じでね、あの野球の卒団式の動画作りたいねんとかいうお母さんとかね、リエちゃんもそうなんですけど、ぜひこのねアプリ使ってみてください。めちゃくちゃおすすめの編集アプリです。以上、マリノスケでした。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。